識別帳はトンデン兵によって開かれました。トンデン兵とは明治7年に制定されたトンデン制度によって生まれたもの。ロシアの脅威に対する北方警備の役目がございます。明治8年に札幌のコトニに入植、次第に北上。チップ別には明治28、29年の2カ年に400個、2305人が移住したんだ。すげえな。それぞれ5町部、約5ヘクタールの給与地支給。一家を挙げて開墾に取り組みましたと。すごいな。これが、こういうふうにね、区画割りみたいなのあるんだよね。抽選なのかな。船乗ってる時に決めたかもしんないね。これ兵屋だね。わあ、もう実際ないんだべな。だからトンデン公園ってあるんで、後で行ってみたいと思うんです。これ、湧別になんかこんなのあったね。上湧別だったかな。冬語だね、これ。すごいな、これ。ご神木みたいだけど、記念の木。高等学校、旧中央小学校、尋常高等小学校の前庭にあったんだ。でかい。これか。これだ、この看板。この小学校だ。いや、でけえな、おい。先住民の石器ですね。矢尻とか出てます。この剥製も見事ですね。わあ、書いてるこれ。トンデン兵。こちらも重要ですね。明治26年に政府は家族組合に貸し下げていた。瓜生原野の一部だったんですよ、ここもね。3000万坪、1万ヘクタールをトンデン兵村に当てることを決めたんです。ねえ、それから入ってきたんだ、入植。28年に、そっか、明治28年に200戸で、翌29年に200戸、計400戸。チップ別に入植したんです。ね、非常に多いですね。わあ、写真ある、これ。すげえ、トンデン兵屋。2棟、駅艇より質素な作りですね。写真。日頃はね、軍事訓練ですよね。で、開墾に従事したといった模様でございます。これがトンデン兵屋内部の再現状況ですね。私、ダクソン、いろいろ見て回りましたが、内部を見るのが、このチップ別が初めてでございます。標別も見物もね、あと深川も全部見れなかったよね。うわ、すげえな、ここ。いやー。瓜生原野は広大な土地だったので、竹城もね、石狩川、空知川、流域を調べた模様でございます。で、北海道の開拓始まります。最初にね、明治2年開拓使置かれてます。蝦夷地を北海道に開始を11カ国86郡に分割。
明治34年深川村から分村しました。村名もチップ別村と称して都庁役場が設置。なるほど、だから深川のそばなんだ。9キロぐらいしか離れてませんもんね。へー、あ、開村記念碑。うわ、何これ、すっげえ。明治40年代のチップ別、分村してからだね。おお、今はね、ほんとね、稲作米どころですよね、ここは。養蚕民家もあったんですね。珍しい。なんか東旭川にもあったな。そっか、2階にはこのようにとんでん兵屋が1棟丸々展示されて、壁にはパネルが貼られてるんですね。おお、うわ、泥炭なんだ。そっか。このね、お牛さん非常に気になってるんです。なんだろう。1987年かな、1年かな。牛肉の部最高位賞、北連。黒い牛、和牛かな。でっかい。うわあ、すごいにゃ。はい、ダークソンでございます。今ね、チップ別町の郷土資料館見てきました。なかなかね、入る機会なかったんですけど、非常に1階、2階ともいい展示内容でしたよ。やはりね、屯田兵が入植して開拓された町のようです。で、この、眼前に見えます。ご覧の通り、非常にね、米どころでございますね。昔はね、こんなに作物ならなかったんです。泥炭地みたいだったよ。で、こんなさ、米を乾燥させて、なんだろうこれ。乾燥っていうのかな、よくわかんないんだけど、すごい粉飛んでくるとこあるでしょ。で、ここに来てみました。で、いや、郷土資料館、ちょっと、ね、なかなか声出せなくて、すごくちっちゃくなっちゃうんですよね。で、動画で上げた時もね、何言ってかわかんないんだけど、まあ普段から何言ってかわかんないけどな。ここ、チップ別町のトンデンコミュニティ会館というとこなんですけど、まあ、トンデンっていう名前なんで、あれですよね。トンデン兵の碑があると思うんです。違うかな、これ。地神宮って書いてるね。なんだろう。小さな公園。で、隣が、もうね、畑じゃなくて水田か。いいですね。あー、公園だ。いやー、明治28年 ?29 年2回に分けて200人じゃないね。200個ずつか。計400個で、数にして4だから5倍にしたら2000人ぐらいだよね。2000人入植したってことは一つの村ができる数ですね。そのぐらいね、人が入ってきたんです。で、屯田兵の制度がまあ、解除っていうか、なくなってから、町ができたんでしょうね。深川から分村したって書いてますよね。あれ、なんもないな。まあ、いいか。せっかく天気もいいしさ。
よいしょ。このね、小高い丘の上には岩が乗っかってるだけだな。でも見てるね、ほら見なさいよね、もうほとんどね水田ですよ。もうあとは刈り入れですかを待っているのみと。実るほど神戸垂れる稲穂かなということで、以上でこんなんでいいでしょうか。ダクソンでした。見と現れ先や後ろに飛び乗り